さあ、レジェンドシリーズということでですね、このシリーズはですね、いろいろイベントが組まれておりまして、はい、今日はこの後一球真剣勝負と、ね、出たっていう感じですね。今ちょうどね、来ましたね、背番号3番が見えてきました。おお、もうスタジアムから拍手が起こっています。もう言わずと知れたライオンズの背番号3番というと、もうこの清原さんです。はい、ホームラン打ってくんないですかね。ねえ、はい、せっかく対戦するのに真剣勝負でしょ。ねえ、通算525本のホームランです。あ、そしてこちらは野田投手、野田浩二さんです。あ、野田さんもね、三振をバッタバッタ取りました。これ1試合19奪三振、はい、千葉マリンで挙げましたけども、ね、これも素晴らしいフォークを投げるピッチャーでしたからね、はい、野田さんは。野田対清原ということなんですが、93年から96年までで野田さんがオリックスで投げていた時に対戦がありまして、成績紹介しておきましょうか。通算で72打数の25安打3割4分7厘と、結構打ってますね。いや、素晴らしい数字残していますよ、清原さんの方もね。ホームラン3本。いや、もう真剣モードですよ。本当ですね。そこまで真剣なのかってと思うんだけど、いや、でも一発狙ってんじゃないですかね。これは期待しましょう。まあ、松沼さんも今年でしたかね、今シーズンでしたかね、はい、やりました。相手が駒田さん、そうですね、でしたね、はい、いや、松沼さんも我々上から見てましたけども、表情変わってましたよ。いや、緊張するんですよ ね、ここね。意外と、はい、ものすごく緊張しますね。でもね、投げ終わった時に、あ、気持ちよかったっていう言葉が出てきましたから、うん、やっぱりあそこはいいとこですよ、マウンドは ね、 ね。さあ、対照的な表情ですけども、野田浩二対清原和博、真剣勝負1打席。フォークボールから投げるってことはないと思うんですけど、ね、ないですかね。まあ、もうストレートとフォークでも野田さんは相手を譲ってきましたからね。そうですね、まあ、これあのマウンドさばきね、はい、待ってる姿勢、はい、多分現役の思い出してると思うんですよね。初球です。まずは外のボール球から入りました。まあ、外外と攻めてもね、清原さんの場合は右方向へホームランありますからね。はい、大きなスイングです。ホームランボールに近いところだったんですけどね、はい、今ね、少し力んだかなっていう感じですか。ワンボールワンストライク。これで追い込みましたので、はい、野田さんからすると天下の報道を、ね、いや出しやすいところ。 まさかここでフォークはね。真剣勝負ですからね。そうですね、まあ、どうなんだろう、真ん中まっすぐじゃないですか。お、右方向です。セカンドの上、ヒットになりました。清原和博、ライト前ヒット。外のボール、沈んでいくようなボールでしたが、そうですね、難しいボールだと思うんですけども、追い込まれていたのでヒット狙いだったんですよ ね。いや、さすがでした。そして野田浩二投手、まあ、野田浩二さんも現役時代さながらのピッチングフォームでしたね。そうですね。